アヤックスの監督のテンハーグがユナイテッドの監督に夏からなるらしいです。ね、ただ、これね、ラングニックとやってるサッカー全然違うんですよね。きちんとつなぐんですよね。選手がポジションチェンジして。ポジションのプレーベースに流動的に、ムービングポジションみたいな。どうなんだろう。まあ、いわゆる選手にもよるけど、ただ、ね、今あれだよね。アレいて、トップ下にさ、クラーセンいて、右にエレズ、左にタディッチとか。で、ヤングアヤックスの頃よりも、センターバックとか安定してるんですよね。あの頃ってこう、デリフトはいたけど、ブリントがセンターバック使われて、ちょっとね、強度的にというか、センターバックとしての重さがない選手だから、で今のアヤックスの方が安定か、まあ実際にね、ドルトムントとかに勝ってるし、だから、テンハーグイン監督なんですよね。だから普通にね、ユナイテッドの監督誰になるっていう風になった時、バルベルデがテンハーグだったら面白いなと思いましたけどね。まあ、チャビの前にもテンハーグね、バルサの監督の噂あったけど。テンハーグは全然ビッグクラブ行って見てみたい監督ですよね。アイデアがしっかりあって、それを具現化できる監督だから。Thank you.